杉は、日本の覆面レスラー。本名、杉拓也。プロレスラーになるため、メキシコへ渡り、東流門の11期生として入門。2003年5月11日、メキシコでデビュー。2004年からは、様々な覆面レスラーに奮して、活動、東流門 X 解散後は、道のくプロレスを主戦場に活動。海外での活動を視野に、道のくを対談。 義経のスタイルを継承し、メキシコにて、スギとして活動を開始。2018年1月1日、01入団。2020年12月31日付で、01を退団。五次元殺法とも言われる驚異的な身体能力を活かした素早い動きと華麗な空中殺法を得意としている。主に名乗ったリングネームにおける経歴を古い順に列記している。なお、 短期間、短髪、不定期のもの及び正体が正式に公表されて、いないが本人である、可能性が濃厚とされている。登竜門ジャパンで活動していた、シーマのミニ版、ミニシーマとして、スモールダンディ富士、スワシート、タルシートと、ミニクレイジーマックスを結成する。本家のシーマに負けず、華麗なファイト、オリジナルホールド、三角飛び式、 マットスプラッシュは他団体にも注目しされていた。東流門 X 解散までヒールスタイルを貫き、団体最終工業も選手全員がセーラーボーイズと踊る中、一人黙ってポストに座り、最終エンジンを組んだ際も一人取り残されたままであった。東流門 X が活動を停止して2004年9月、道の区プロレスに企画レスラー、 道のクレンジャー金で参戦。平安時代からやってきた源義経をモチーフとする覆面レスラー、シャナ王となり、道のクプロレス所属選手として再デビューする。ファンの一部では、シャナ王様と呼ばれるほどの人気を獲得。2005年7月19日、ドラゴンドールに覆面レスラー、リートルドラゴンとして登場。2005年12月、ゲームソフト PS に、 ヨシ英雄伝手らの企画にて、シャナ王から、覆面レスラー、ヨシへと元服を果たす。後に、荒崎人生から、元服祝いとして、東北ジュニアヘビー級王者、高道の区との東北ジュニア戦への挑戦権を獲得したが敗戦に終わる。元服時は、武蔵坊、弁慶のコスプレをした、荒崎人生とタッグを組んだ。2006年、プロレスリングエルドなどに窓口を移籍。 2007年、覆面ワールドリーグ戦では、重心サンダーライガーを丸め込んで、準決勝進出という大金星を上げるも、アトランティスに敗れて、決勝進出はならなかった。しかし、その勢いに乗って、ガイナに挑戦して、念願の東北ジュニアヘビー級王座を獲得。性格面の特徴としては、冷静沈着でほとんど喋らない。しかし、 上記のライガーから勝利を挙げた際は喜びを爆発させて、俺が道の区を守ると絶叫した。それ以来マイクを取るようになる。2008年、ザグレート、サスケと東北タック王座を奪還。第11代王者組となり、初の東北二冠を達成する。シングル防衛戦にて、タックパートナーであるサスケを破り、死傷越えを果たした。その後6度の防衛に成功するが、 藤田ジュニア・ハヤトとの防衛戦に敗れる。その後東北タック王者からも陥落して、さらに怪我により長期欠場。その後、自分を鍛え直す理由に、道の区のリングを去ることを宣言する。2006年4月27日、エルドラドに移籍して、同団体に謎の青い覆面レスラー、エルブレーザーとして登場。前日の通り、 道の区プロレスでの吉爪と並行しての活動であった。当初は背に青い羽をつけていた。名前の通り青い炎をイメージしたもので飛び技の時は飛び散る様子を表現しようとした。しかし、試合終了後はリングに散らばってしまい、以降は夏服と少子羽を装着しなくなった。リング外では遅刻やミラニートコレクション AT のダンス練習を邪魔するなど、 ある意味問題児扱いされていた。2007年2月22日、自らフリーへの道を選び、エルドラドを退団。プロレスリング01マックスを主戦場として、ソード軍の一員として活動。2008年、も月重明が持つ、インターナショナルジュニアヘビー級王座に挑戦する。ミニ、シーマ時代の技を解禁し優勢だったものの敗退。その後、も月から、 タッグパートナーとして誘われ、それに応じた。2009年7月、メキシコのトリプル a と契約して、メキシコへと主戦場を移した。覆面レスラー、杉として7月12日にデビュー。トリプル a では、日本のリングに、縁のある、オリエンタル、建造鈴木トルード軍ラ大クザを結成する。ジャック・エヴァンス、エクストリーム・タイガー、ロッキー・ロメロなどと、 トリプル A クルーザー級の中心に君臨する。2010年12月、トリプル A からの派遣として、プロレスリングのあえ逆上陸して参戦。2012年3月20日、全日本プロレス両国国技館大会に参戦。トリプル A と契約終了し、諸事情のためレスラー活動休業を発表する。2016年7月16日、覆面ワールドリーグ戦に参戦。 覆面ワールドリーグ戦開催前の2016年8月28日、藤原義則プレゼンツ、熊本地震復興支援大会、陸力共振が復帰戦となる。2017年3月からプロレスリングランズエンド、4月から VKF プロレスにレギュラー参戦。7月30日、01リングに現れ、日高をドロップキックで倒して鈴木小太郎の持つ、 ジュニア2巻に電撃挑戦表明をする。その後、0-1にもレギュラー参戦となる。9月17日、覆面マニアの入場式にサプライズで登場。次回からの参戦発表がされた。2018年1月1日、プロレスリング0-1に入団。11月24日の新木バ、新木バファーストリング大会の天下一ジュニアで優勝しけが出、 欠場の木高いサミが返上仕組位となっていた、インターナショナルジュニアヘビー級王座 &NWA、世界ジュニアヘビー級王座の01ジュニア2冠をも、獲得し、第22代インターナショナルジュニアヘビー級第122代、NWA 世界ジュニアヘビー級王者となった。2019年1月27日、エディオンアリーナ、大阪大会で、北村明元と、 インターナショナルジュニアヘビー級王座 &NWA 世界ジュニアヘビー級王座の防衛戦を行った。序盤はグラウンドの攻防となり、中盤以降は杉が打撃で押す展開となった。最終的に9分51秒に逆エビ固めで勝利し、2度目の防衛に成功。試合後、杉は挑戦自体が無謀で時期尚早だと北村に対する怒りを語った。 ありがとうございます。